チャンネル恒例公開意識調査。イエーイ。何それ意識調査。トリプル A の皆さんにカードに書かれた様々な質問に答えていただき、一番当てはまるというメンバーを決定していただきます。まず最初の質問はこちら。じゃん。一番泣き虫なのは、これはもう一番泣き虫。これね、泣き虫。これは揃いっすね。これはもう、これはもう今でもないんじゃないですか。これはもう、オッケー、まず一でしょう。せーの、ドン。お嬢気は悪いぞお前。そうだよ。誰刺してんだよ。分かってるくせに。自分刺せよ。はい、そう。よく泣くよね。そうそうそう。基本泣くよね。何で泣いたかな。何で泣いたかな。なんかとりあえずさ、DVD とかすごいじゃん。何何何。俺が泣かしちゃったね。そうそうそう。泣かしちゃった時期ありましたね。進次郎が泣かしちゃった時期あったね。男面ライブの打ち上げ。知らないわ。で、何何。あおもちゃんもいて、そう、男メンライブでみんなで会って、去年の12月あ、みんなだけでライブやった時。そうそうそう、まあ、男だけだけどね、打ち上げなんでか、打ち上げまで鈴木さんがしてたんだけど、うん、その時になんかみんなでちょっと最後、じゃあ学校みたいにね、うん、今年も終わりだし来年の抱負をみたいな話になって、一人ずつ話してるわけですよ、うん、でまあ西とかもう来年も頑張りますとか、うん、俺は来年こういうのやりたいですみたいな話をしてる時に、進次郎がなんか俺は西のこと最近大好きになりましたみたいなことを褒めたんですよ、なんか西のことをすごく、うん、大嫌いだったけど、そうそう、うん、もうこいつ嫌いとか思ったけど大好きになりましたみたいなことを褒めたんですよね、うんうん、その瞬間横で号泣ですから、うん、想像できるし超想像できる、大号泣、嬉しいやん。進次郎喋り終わる前からだからね。面白かったあれあれ面白かったね。でも泣いた瞬間もここぞとばかりにみんな攻める攻める。いやその年さ、進次郎と頭あのデリシャス学院のドラマを一緒にずっと、はいはいはい、しかもワンクール以上撮ってたからそうだからすごくなんかいろいろその年は進次郎と語りに語ってた年だったので、うん、ちょうど語ってないのに言われちゃったよこれ。それでも泣いちゃうかもしれないよ。語られちゃうよ、語られちゃう、語ったな、そう語ったから結構濃厚な1年だったなと思ってて、うん、したらその打ち上げの時にそういうことを言ってくれたから、うん、ああいや頑張ってきてよかったなと思ってこうちょっとうるうると、うん、今もね、今も来ちゃうんでしょ。来ちゃうんでしょ。泣くなってるか。DVD で。DVD で。泣かない。泣くな。泣くな。待って。その煽りはない。トリプル A で一番の泣き虫は西島くんでした。では続いて。メンバーの中で一番気前がいいのは。気前がいい？わかんない。せーの、ドン。もう来た。おめえ自分刺した。自分刺した時点でも決まりよくないよ。わかんない。じゃあ俺も自分刺した。ほら自分刺してるのが西島と千秋。待て待て、西島が決まりがいいと思ったことがないんやけど、意外に自分の記憶の中で日高と秀太には何度か奢ってる記憶がものすごく、うん、おいおいおい、そう、奢ってる。俺でも奢られたら奢り返してるよ、記憶の中では。ほんと、うん、じゃあお互いに決めがいいんや。もう後で注意してやるから。そんなこと言ったら俺もだ。直哉くんは本当にそう思う、心からそう思う。気前がいい、うん、それなんかもらおうとしてるでしょ、ね、今こんなにしてるね。完全そうだった今。私は直哉くんにいろんなものもらってるもん、うん、なんかこう、待って待って待って、あ、それは俺もやろ、うん、それはお風呂を俺と直哉くんって言って。あ、そう、お風呂に関しては進次郎と直哉くんお風呂に関しては何かあげたことある、なんかが欲しいなって時に、あ、それもう使ってないからあげるよみたいなのが2人は多い、うんうんうん、気前がいいってさ、なんかあげるだけじゃないよね、うん、まあまあまあいろいろ全部、ね、あ、じゃあ俺直哉くんだ。おろおろ、変わった。なんでなんで、はい、なんで、じゃあそこ、え、ここいっぱい長く使ってくださいね。あの年末にね、うん、あの俺が実家に帰るという話をしてたんですよ。でその時に番組がありまして、深夜を通り越して朝になってしまって、で朝一でじゃあ俺帰ろっかって言ってて、で電車何通ってんだろうっつって、空港まであるかなって言ったら、あ、じゃあ自分送っていくよって言って送って乗っけて、車で空港まで行ってくる。俺もあるんですか、送ってもらったことある、いっぱい送ってくれるわ、うん、僕みんな送ってあげたことある。私の自宅まで遠いのに送ってあげたことある。だってなんかのスタジオの帰りの時いつもの、私東京駅まで送ってもらったこともある。多分2回ぐらいあると思います。あるあるある、実家帰る時ここ長く使ってください、ね。じゃあもう満場一致で、満場一致で、逆逆やろうよ、逆やろうか。じゃあケチなの、ケチくさいでしょ。ケチくさい、すぐ分かるわ。せーの、ドン。進次郎だな。
シュート？あれ？これみんなバラバラじゃないですか。聞いていきましょう。みんなバラバラだね。え、誰から行こうか。じゃあ平子から。俺？これなんで宇野って何か。でも宇野はその逆にあの人からものすごいものをもらってるイメージが強いから指してみた。あ、確かに。結構100円単位でもおごってもらうじゃん。そうですね。多分ね。あ、まあ、俺よね。そうそうそう。めちゃめちゃ。そうだ。すごい。ジュース半端ねえ。半端ねえ。待って。じゃあ待った待った待った。じゃあ宇野にジュースをおごったことある人。はい。あれ？俺カレーとかもおごったことあるし、クッキーもある。あるよな。全部覚えてる多分。え？宇野ちゃんにはね。うわ、ほんとだ、ほんとだ。ないけど、プレゼントとかあげたのに、帰ってこなかったら。あるあるある。なんだ、なんだ、この顔。ひどい顔したよ、今。確かに、ジュースを、ね、なめくんちょっと今、1000円そう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 。1000円くんに忘れちゃったから、ちょっとジュース買って。ああ、そういいよ。全く同じ。その後とか普通に戻って、もう別にお金出そうとして。そうそうそう。これ、宇野ちゃんやろ。宇野ちゃん、完全に宇野ちゃん。大逆転。一番気前がいい浦田くん、一番ケチな宇野さん、おごるのもおごられるのも AAA の仲がいいからですよね。続いて春の大運動会後半戦、玉塚